くこの色気なんていうことを申しますが、色気の源はやはりこのご婦人だそうですね。まあご婦人というものは色気のなくちゃいけないもんだそうで、近頃はまたやに色気のないご婦人というものも盛んなんだそうですね。盛んというとおかしいですが流行ってるんだそうで、髪の毛をバサ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 切っちゃって、なんだかこの、ギスギスした感じのご婦人が多いですね。性的だなんてんでそんなものを売り物にしている愚かな女がおりますけども、やはり女というものは色気がなくちゃいけませんでね、ご婦人に何か言われるってえと男なんてのはだらしのないもんで、ついふにゃふにゃふにゃっとなっちゃいますね。それがまあいいんでしょうな。ですからあの、なんか会社の受付ですとか、それから呼び出しの声なんてのは女性専門ですね。あれの方がやっぱり感じがいいですからね、男性がやってるよりはね。ですからあのよくあのデパートへ行ってあの案内所がありますですね、どこ行ったら何を売ってるかって聞きに行くところ、あそこなんか行って聞いてみると実に丁寧に優しく教えてくれる。ああこれはご婦人じゃなきゃいけないなと思いますね。ですからあのあんまり嬉しくなっちゃってくだらないこと聞いてるのも随分いますね。中にはあのちょっと伺いますが、はい、なんでございましょう、あの5階のおもちゃ売り場何階でしょうかなんてんでね、なんかぽーっとしちゃってるんでしょうな。あの5階は5階でございます。ああそうですか、5階は5階、はあ、そうするとあの下から数えて5階目ですな。ああなるほど、そうですか、おもちゃ売り場やっぱりおもちゃありますかなんてんで離れないためにいろんなこと聞いてますね。ですから私前からそう思ってるんですけども、あの戦後日本にこの婦人警官というものができましたが、あのどうも皆様方もそう思ってらっしゃるでしょうけど、あまり見たことはないでしょね。いるという話は聞いてる、ちょっと見たことはある、だけどのべつ見ないですよね。あれもってやっぱり増やしてですね、どこのポリスボックスにも2人や3人こういてですね、あのまたいかつい格好じゃなくてちょいとミニスカートかなんかでね、シースルールックのブラウスかなんか着て立っててごらんなさい。それは世の中ずいぶん明るくなりますよね。ああいうご婦人がですね、いわゆる婦人警官が犯人逮捕に行けば物事は簡単に済んじゃうんですよね。ああいう人が行ってあのなんか捕まえに行けば犯人の方だってそれはね、あの捕まりたくなりますよね。それがあの柔道なんだとかいうようないかつい人が行くからなんか嫌がって逃げるんですよね。だからやっぱり婦人警官が行ってこっちいらっしゃい、こっちいらっしゃい、用があるからいらっしゃいなんてなこと言われれば泥棒だってスーッとついてきちゃいますね。で色気なんてのは不思議なもんで、やっぱりこのある方がよろしいようですけども、大栗川柳に弔いを山谷と聞いて親父行きなんていうのがありまして、あの山谷というところはお寺のたくさん多いところ ですぐそばに吉原という有名なその昔盛んだったお遊び場所がありましてね、ご婦人がたくさんいる。だから若い連中が山谷へ弔いに行くってと向こうへ帰りに引っかかっちまって2、3日帰ってこなくなっちゃうなんていうことがあったんだそうですな。ですからお父っつぁんなんか大変に心配をして、どこですかお寺は、山谷、おやそれは困りましたね、どうもね。いや、山谷じゃ私も忙しいけれども、いやいや、せがれはやれません。いや、私が伺います。なんてんでね、普段はそのせがれを代わりにやっていたお父っつぁんが、じきじきにお出かけになるというような具合ですが。で、お話に伺いますと、昔のお弔いというのは、お寺行くってえと、必ずこのお菓子というものが出たんだそうですね。お金のあるうちになるってえと、檻の中に羊羹ですとか、ねじ切りだとか、内もんだとかというようなものを入れまして、来た人に一つずつくれる。ね。で、ちょいとこのお金を倹約しようなんてところだと、盛り菓子なんてんだそうですね。まんじゅうですとか、落雁を山のようにこう積みましてね、これを人のよりところにあっち一つ、こっち一つ出しとくってえと、そいつをつまみながらね、仏の思い出話にふけるというような塩梅だったそうですが、ご大家でご高齢でお亡くなりになったりするってえと、かえってめでたいなんてんでね、おこわをふかしたそうですね。お赤飯を炊く。で、長い道中お寺まで歩いてきて、みんなお腹が空いてますから、これが大変に喜ばれたもんだそうですね。竹の皮の中にお赤飯が入っておりましてね、で端の方に篠田とガンモドキをちょいと甘辛に煮たやつが入ってる。で、般若湯なんて言いまして、土瓶の中にこのお酒が入ってましてね、こういうのが方々に置いてある。また中にはこんなのを飲みすぎちまって始末に悪いなんてのが出てきたりしたもんだそうですね。おい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 、熊さん、熊さん、ねえねえねえよ、なんだよおい、酔ってるな、ちょっと大きな大きな、やったね、やったよ、よく寝たな、これと、おおなんだ、誰だと思ったら、山田のご隠居、
どうもこんちゃご苦労さんちかな。何を言ってるんだよ本当に。お前さんのお棚の弔いだよ。こんなところで寝てるやつがあるかい。分かってるんだよ。何もこっちだってね、腹から恋寝てたわけじゃねえんだよね。俺も出入りの職人だからね、まあこういう時には少し腹働かなくちゃいけねえと思ってね、寺の台所と思ってコマネズミのようになって立ち働いてたんだよ。そうしたらね、喉が渇いてしょうがねえからね、茶を一杯飲もうと思ってひょいと脇を見たら土瓶が置いてあるんだよ。それからまあ湯飲みを持ってきて一杯ついでカラッと飲むってえと、これがねお茶じゃなくてお酒なんだよね。これしめこのうさぎだってんだよ。ありがた山の関東日だよね。嬉しくなってガブ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 やったら、気がついたら三つばかり土瓶が空になっちゃってんだね。さあ、いい心持ちで体はかったるくなるしね、とてもじゃねえが立ち働いてるわけにはいかねえから、こっちに引っ込んできて肘を枕にひょいっと横になる途端に、本堂の方からお坊さんのお経が聞こえてきたよ。うん、お前さんの前だけどお坊さんのお経ってのは寝るにはもってこいのもんだね。あれね、いい心持ちに引きずり込まれるように寝ちゃったんだよ。ほんとだよ、初めのうちは働いてたのね。なんだよお坊さんのお経も聞こえないね。弔い跳ねたのかい。なんだい弔い跳ねたのかい、なんてそんなこと言う人がありますか。今にお前さんしくじるようなことになるよ。分かってるよ、大丈夫で。でみんなどうしたの。もう帰るんだよ。お前さんもさ一緒に帰る。会う帰る帰るね。ほんとっかいじゃん、ちょっとせっかくいただいたおこわだな、持ってこいじゃねえかな。人に捕らえねえようにな、腹揚げのこの帯とかにカッと引っ掛けて、よしこれでや。さあお待たせいたしました。さあ行きましょう。どうもね、寺岳にね、暗いよって薄みったもねえかもしれねえけれど、いい心持ちになっちゃったね。だけど今日はいいともらいだしたね。天気は良かったしさ、こういう時にフライナー一番になんだよ。昔表出てね、ひょいと上見上げたらね、月に雲がかかってやの。ことによるってえと、今日あたりはバレんじゃねえかと思って心配してたら、見ねえな、このいい天気さ、ね。大手集まってくれたしね。本当にいい弔いだった。こういう弔いなら月に何だったっていいよ。ねえ。軍長、お前さんの弔いならかい。おいおいおい。なんてことを言うんだな、まあ本当に。まあしかしね、お前さんの言う通り確かにな。まあこれという間違い事もなかったしね。まあいい弔いといえば確かにいい弔いだ。そうだよね。あれだけ大勢人が集まったというのはね、俺の思うにはあの人は普段から面倒見がいいからだよ。もうよくね、こっちなんざ小遣い借りに行ったんや、懐寂しくなるってとね、旦那のところは言いにくいからさね、ご隠居のところ行って、ご隠居、すまへんがこういうわけで、小遣い一つなんとか貸していただきてるんですけど、なんて言うとね、そうねえやつだな、おめえの親父はもっといい職人だったぞ、なんてんでね、意見をしといて、ね、手柄にはない人だよ、なんてんで小遣いをくれたんだよ。いい人だったね。やっぱりああいう人はなんだろうね、あれで極楽行くんだろうね。そりゃまあ、どっちかって言えばそうだろうな、そうだよね。さあ極楽に決まったらな。あのね、お前さんの前だけど、地獄極楽というのは地べたの下にあるって話を聞いたけど、俺はそいつは嘘だと思うね。そうかい、そりゃそうだよね。地獄が地べたの下にあるんだったら、たまには甲府が閻魔の冠かなんか掘り出しそうなもんだよね。そういうことはねえからね、くだらないことを言うんじゃないよ。それは違うんだよ。地獄極楽というのはね、この世の中にあるの。この中に。そうだよね。人間苦しい時が地獄だよね。楽しみな時が極楽さ。なるほど。いやなんだね、これからついと吉原あたり行った女の子に、あら、まあ、お前さんよすがいいよなんてなこと言われんな、これは極楽だ。まあそうだな。で極楽行くか。およしよ、いい年のものを捕まえてそんなこと言うんじゃない。いい年のもんだからそう言ってんじゃねえかね。人生わずか50年ってんだよね。お前さんいくつだい。今年も65だろ。もう元取っちゃってんじゃねえか。利息で生きてんだよお前さんは。何があったって驚くことはねえや。ねえ、医者にこの人はもういけませんよと見放されちゃってからだよ。目の前に3階の珍味を並べて100人の美女に取り巻かれたって、こいつは無駄な話だ。ねえ、達者のうちで。さあ、よ、行こう行こう行こう。いいよ、勘弁してくれよ。私も疲れて家に帰ります。お前さんだってそうだよ。ねえ、そんなところ行って無駄なお足を使うぐらいだったら、家に帰っておかみさんに何かうまいものを食べさせてやるとか、子供に着物の1枚も買ってやるとかしたら、どうだい。大きなお世話だよ。何を言ってんだよ本当にバラボメ。俺のかかじゃねえかな。食わせるものがねえからってんで屋根を掘り上げといて風くらわしとこがな、ガキに着せるものがねえからってんでアンペラにくるんどこが俺の勝手で、何を言ってんだよ人んちの財政に立ち入れやがって。行きたくなきゃいいんだよ、俺は勝手に行くよな。あばよ、ちょいとお待ちや。何言ってんだよバラボメ。色には生地連れは邪魔ってくれなもんだ。もっとも連れの方で邪魔ってかもしれねえけどな。いい心持ちだね。
顔がほてってるところに冷てえ風がピューッとなでてくんだよね。なんとも言えねえ、日は暮れかかっとるしさね。ところには親方から借りた給金が減っとるよ、前借りろ。ねえ、もう何とも言えねえやんと、鬼に金棒だよ。な、小飯にごま塩つきときてやがら、ちくしょうめえ、宿の鉄砲持ってかえんとに、ね、冷てえ風に、つらな。ちょいと、親方、親方、なるぞ。おお、なんだよおい、神くず屋の長子じゃねえか。バカにご機嫌ですね。ご機嫌だよ。おい、今日俺おめえなんだ、お太郎の友達だよ。その刑事だよ。ああ、そう。へえ、そうですか。いや、私ね、ちょいと用足しでね、どこ行くんです。どこ行くったって決まってるじゃねえか。いい心持ちになっちゃってんだ。ここはおめえ三夜だよ。中は地形よ。いい心持ちになって懐に銭があるんだよな。これからちょいと行こうってんだ。一緒に行かねえか。そうだね。行きたいね。行きたいねだったら行こうじゃねえかよ。だけどね、どうもことろね、懐があいにくなんだよ。懐があいにくなんだよ。生意気なこと言うなよ。懐があいにくというのはね、普段会ってたまにないからあいにくてんだよ。おめえなんて述べてあいにくじゃねえか。おめえのあいにくは長いね。安政の頃からあいにくだね。やだよ、そんなこと言っちゃ。でも本当にないんだよ。本当にないったっていくらか持ってんだろう。まあそれはね、いくらかあるよ。だったらいいじゃねえ。な、俺が足りねえところは出していってやっからよ。行こう。一円も持ってんのか。いや、そんなにはないんだよ。じゃあ、70銭ぐらいあるのか。いや、そこまでねえんだ。じゃあ、60銭ぐらいあるか。いや、そんなにないんだよ。じゃあ、50銭か。もうちょいと足りねえんだ。じゃあ、40銭か。もう少しだね。30銭か。それには足んないんだよ。20銭か。もうこれっぱかり。じゃあ、10銭か。もう惜しいね。5銭か。悔しいよ。3銭か。当たった。3銭持ってやらくねえやろ。驚いたな。3銭持ってよくおめえ表ふらふらできるね。よく心細くねえな。いい度胸だね。だってしょうがないよ。ないんだから。まあいいや。ね。こっちは口を聞いたんだから。いいよ。今日のところは俺出していってやるから。いいか。今度はべ、景気のいい時に返さなくちゃいけねえよ。ね。わかったな。わかった。どうもすまないね。まあいいや。悪いな。いいよ。いつまでもおめえ、ペコペコすんねえ。本当に。こうやっておめえ二人で並んで歩いてるところを脇から見りゃだよ。おめえのがだんだんに見えるよ。こっちはほら、反転腹開け桃式だ。おめえ絶対放り来てんだもんね。旦那。だんだんいい羽織だね、その羽織は。よくないよ。いや、いい羽織だよね。肩のとこからこうずっと染めが別になっててさ。ねえ、それはあけぼの染めってのかい。染めが剥げちゃってんだよ、これ。ああ、そうか。俺はまた別染めなのかと思ったな。また旅がいいな、旅がね。よくない。いや、いい旅、いい旅だよ。ねえ、この旅は儀式にあらず、白旅は汚れっぽいってんで、ネズミの旅を履いて、白旅は汚れてんだよ。ああ、そうか。おい、ちょっと悪いけど、下駄けなさせてくれよ。よくそう減らされるもんだね。そこまで行くうちには大概欠けちゃうとかなんとかするもんで。第一また鳴らしてピタッと減らすな。おめえはいい腕してんね、おい。俺は地べたに鼻緒がすがってんのかと思ったよ。駒桁ってのはあるけど、おめえの駒びただ、ほらな。まあいいんで、女はなりで惚れんじゃねえんだよ。心意気だ。向こう行った女の子に、あら、私ね、若い人より、どっちかって言うと、年配の人の方が好きなのよ。なんてなこと、言われようじゃねえかな、神くず屋。初回惚れして、わしゃ恥ずかしい、裏に来るやら、来ないやら、きっとだよ。なんてなこと、言われようじゃねえかな、神くず屋。俺、よすよ、俺は。どうして、どうしてったってそうじゃないか。なんだよ、神くず屋、神くず屋って。いいじゃねえか、コミクズ屋だからコミクズ屋ったの、何が悪いんだよ、コミクズ屋。だから行きませんよ。面白くないよ。んで、怒ってやる。わかったわかった、大丈夫だよ。向こう行ったら嫌しないよ。大丈夫、大丈夫。ね。いやね、色っぽい野郎と付き合っちゃったね。まあいいや、向こう行きゃ何にも嫌しないや。本当ならおめえ恥ずかしがることはねえんだよ。立派なおめえ商売だの。まあいいや、そんなことは言わない。大丈夫だよ。ね。向こう行った女の子に帰りに、今度きっと来てくれよ。なんてんで、ギャッなんて詰められたりなんかしようじゃねえかね。なんだ、家なんで、なんでもなんでもない。なんでもないよ、と。ちょっと、しょうがねえな。ずいぶん酔ったらね、ふらふらして危ないよ。ねえ、ちょいと、親方、そっち行っちゃ危ないってんの。そこ、ドブがあるからさ、しょうがねえ、こっちだよっての。いや、この野郎、悪いことしやがったな、こんちは。俺の背中が膨れ上がってんのはわかんねえのかい。なんか入ってたの？なんか入ってたんじゃないよ、ほんと。俺はおめえ、寺でもらった小飯が一水入ってたんだよ、おい。それ上からドーンと出やしたから見ねえな。篠田とガンモドキのおつゆがみんなたーっと出ちゃって、だんだん下の方へ来たよ、おい。へその脇のおできに染みてたまらないな、おい。
おできだめろ、冗談じゃないよ。知らなかったんで勘弁してくれよ。まあいいや、まあ向こう行きゃなんとかなるよ。腰から下っつゆだらけだ。このまんま行きゃ焼き場行きゃ俺は照り焼きになっちゃうけどな。まあいいよ、もう行こうね。さあさあ、大門くぐったよ。えおう、こっちこっち行く、こっちこっちだよ、こっちだよ。そっちじゃないよ、三千ばかり持ってそううろうろすんじゃ。おい、神ちゃん。なんだい神ちゃんってな。お前離れんなよ、名前が呼びにくいからよ。こっち来い、こっち。俺のそば離れんじゃないよ。いいか分かったな。ちっちいといかがでしょうな。お二人さん、ご様子のよろしいところでお手軽に一つ。お手軽だ。面白くねえこと昔あったな。なんでお手軽だ。俺たちは金があんだ。ああ、ここにいる連れだって金持っとるよ。本当だ、嘘じゃねえぞ。なあ持っとるな。お前恥ずかしそうな顔して下見るなよ。持ってんじゃねえか、持ってるか持ってねえか、どっちだって持ってんだからいいんだよなあ。こっちはなんだよ、金があるからったって不正なことしてんじゃねえぞなあ。俺は仇の職人だ。神田立て大工町は大工の熊五郎ってな、俺のことだよねえ。こんなおめえ道長ねえの、これは道長ねえの紙だよ。おめえな、紙だぞ。おめえ紙持ってっか。おめえは、あとでくれ、鼻が出そうになっちゃったな。この人は道長ねえの紙、あの神屋の旦那だ。この人は神屋の旦那な。ほら喜んでやる、バカだねこんちは。あの神問屋だよ。大したもんだ、いろんな神屋使うんだからこの人は。主にクズは使うんだよ。締めて神クズ屋。おいおい、いいじゃねえか。いいよ、何言ってんだよ本当に。神クズ屋で悪いか。悪いことねえだろ。この人なんて昨日今日出来星の神クズ屋じゃないよ。先祖代々神くず屋。おいおい、バカにご機嫌でございますな。ご機嫌だ。今日おめえな、弔いの帰りだよ。弔いの帰りじゃあげんのが嫌だ。いや冗談言っちゃいけません。墓行きがするなどと申しましてな。言うことは気に入った。俺はおめえにな、褒美取らしちゃおう。言うことは気に入った。墓行きがするなんだ、これおめえにやるから食え。私にいただけるんですか。なんでしょうな。どう、おこわでございますか。私大好きなんですよ。おお、そうかい。じゃあどん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 食いね。どうもありがとうな。なんですか、篠田とガンモドキのおつゆが少しばかり足りないようですな。これは足りないんだよ。足りないんや、わけがあるんだよ。俺が背中にしょって歩いてたら、この野郎がね、後ろから来てドーンと出やしやがったんだ。途端におつゆがたーっとみんな出ちゃったんだ。だから今おつゆはね、俺の腹巻きからふんどしにかけてぐっしょり染み込んでんだよ。おめえおつゆが欲しいか。おめえはだったらガンモドキこれ出せ。俺のふんどしの絞ってかけてやる。どうだいかいが。小悪飯でございます。